親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった渋沢、次期若頭これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一坪の件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ、そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。ああ、一人か？誰だありゃ。ま、真島。渋沢組が始末したんじゃねえのか？真島、止まれこれ。うっさいわボケ。ええ、お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやろ。さっさと土管かい、ボケが。なんやこれは。
何しとるんやお前。
生きとる。おい、マコト、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺がわからんのか？返事せえや、マコト。ごめんなさい。マコト、私だけじゃ、ね、何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに、だあの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。マジマ、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。どこに連れてくんや？安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか？